関東混合とは、奈良時代の天平年間に行われた、様々な名目の関東を省税に一本化しようとする政策。立令制書期には、省税以外にも雑党として、軍に預けられた、軍党、駅の運営費用とするための駅企党など、多くの雑関党が設けられており、その離党を遂行して、特定の目的に用いていた。ところが、俗に本記によると、 天平6年1月18日、直によって、駅気島などの一部例外を除いたほぼすべての関東を省税として一本化され、天平11年6月17日には、駅気島が天平11年度伊豆国省税庁によると、同じく9月14日には、陛下島が省税に統合され、神税のような特殊なものを除いて、すべての関東が省税に混合された。 出雲国警会長では、天平6年2月8日付で、法規国から、初期1月18日上に見える内容を記した大乗官府が出雲国に送られている。同書には、天平6年3月3日、関東混合上の大乗官府と一緒に、大紀国から出雲国へ送られている白書一通があり、これは、神税などについて、 小税混合の例外とすることを通知した補足の文書ではないかと想定される。この年、書道に県税士が派遣されたことが、先抵抗大式の天平六年七道県税資産刑法に現れているが、関東混合の実施状況や、焦燥の管理の状況を把握するために行われたのではないかと、福井敏彦は述べている。この関東混合が実施された様は、 天平六年度の終わり国省税帳によって知られており、また天平四年度の越前国軍統帳と関東混合後の諸国の省税帳の記録を比較することで、どのような筆目が軍統からのもので、どのようにして省税に組み込まれていったのかが分かってくる。当時、諸国では燃料公益雑物など中央への高農物のため、省税から多額の支出をしており、国が機構の整備や、 中央との連絡強化の費用のためにも、省税遂行の充実を図る必要があったものとされている。この政策の背景にはさらに、財政難や天災などを背景とし、従来国の目的に使用されていた、関東を省税に一本化することで、関東の弾力的運用を図ろうとしたものであり、さらに責任の所在を明確化することで、不正防止を図ろうとしたものであったとも見られている。 そこには、軍事のもとで行われてきた古い形態の財政運用を国史を中心とした新しい地方支配体制により合理的な運用に変えたものと見ることもできる。だが、実際にはこの政策は長続きせず、天平16年には国分寺、国分二次運営のための国分二次党が、翌天平17年には国史の給与などの財源となる公、やけ、回答が、 小税から分割され、その後も、液気等が液等として復活するなど、小税、公開増等の三本立で運用されるようになった。第二本古文書巻2から195ページ、第二本古文書巻1から587ページ、第二本古文書巻1から591ページ、福井敏彦、交代式の研究、 第2本古文書巻1から607から620ページ。第2本古文書巻1から461から473ページ。ありがとうございます。